池田恵美のリファーラルフォーライフ。時刻は十時三十分を回りました。皆さんこんにちは。池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間がやってまいりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いよう形にの AI プランニングと壮大なビジネスとユダな人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております。 パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております。ビジネスコーチ、リファーラルマーケティングコンサル、池田あゆみです。この番組はリファーラル、紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報や、とっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたい,い,きたいと思っております。 番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは7 9 7アットマーク f m g u i n o 1 c o m 7 9 7アットマーク f m g u i n o 1 c o m までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキケスやリスラジでも配信しておりますので、FMguino-1 を検索してぜひお聞きくださいね。ツ、えー、イキケスからはコメントもどんどん募集しております。 はーい、えー、各地はですね、この週末、入学式がね、あの行われていたりして、えー、皆さんね、えー、新しいスタートを切ったんじゃないかなというふうに思います。改めまして、新入学の皆さん、そして、えー、新社会人の皆様、おめでとうございます。えー、新入、おめでとうございます。<laughs> <laughs> 入学式とかね、えー、入社式で、えー、なんか今年はね、やっとマスクなしで参加できて、えー、初めて会う方たちと笑顔でお話をしたりですとか、えー、皆さんとね、交流していらっしゃるような様子が、テレビとか SNS でもたくさん見ることができました。 なんかね、やっと長かった、えー、コロナも終わって、本当次に私たちも進んでいくんだなっていう感じがしましたね。この初めてのね、入社とか入学とかっていう、こういうタイミング、本当にね、一緒に一回のことだったりもしますので、ぜひ皆さんね、えー、思いっきり楽しんでいただきたいっていうふうに思います。まあ、思い起こせばですね、私ももう何年前もう30年ぐらい前になっちゃうのかな もう年齢、それ言うとバレちゃいますけど。<laughs> 私ね、実を言うと、えー、新卒で入社した、えー、百貨店系の心配会社に入社したんですけど、えー、そこはね、新入社員代表をさせていただいて、あのー、入社式の 挨拶ですかね、代表挨拶みたいなのをね、させていただいて、もうこれは本当に私のなんか一生の記念になる体験させていただいたな、というふうに思いますし、それをこう、代表でこう読み上げているときの、 本当にこの緊張感と言いますかね。えー、まあ、社会人になった責任の重みなんていうのも感じた瞬間でしたね。ぜひぜひ皆さんも今しかできないことを思いっきりチャレンジして楽しんでくださいね。実はね、私の甥っ子もこの春大学入学いたしまして、 あ,ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。って言っていただいてありがとうございます。もうね、なんかね、ああ、もう大学生かーと思ってね、もう本当は早いなーって、もう彼がね、生まれた時の日。 日のこととか、もう本当に鮮明に覚えてますから、早いなっていうふうに思いますしね、もう私もおばさんになるわけだっていう感じなんですけど、まあやっぱね、こう身近なお一個目一の成長っていうのは本当に嬉しいなっていうふうに思いますね。今ね、彼は自動車教習所に通ってて、この間中で、ね、仮面取ったから、 で、うちの駐車場でこう車庫入れのを練習してんのを見てたんですけど、なんかもうね、慌らかしくてもうハラハラしちゃって、もうなんかこうハンドル切りすぎて思わず、あ、ストップストップとかってね、声出ちゃいましたけど、まああのー、みんなね、経験することですよね。<laughs> まあちょっとこうね横がガリてやっちゃうまあその時は大丈夫だったんですけどガリってやっちゃったなんていうのはねもうそういうこう失敗から学ぶこともいっぱいありますから恐れずに皆さんね頑張っていいいたただきたいと思います、まあ、まあ免許取ったら取ったでね最初はこう誰かに隣に乗ってもらって練習するなんていうのもね、えー、される。 方もいらっしゃると思うんですけど、この甥っ子も、まあ、ちゃん、まあ、私のことあーちゃんって呼んでるんですけど、もう絶対おばさんって呼ばせてないんですけど、あーちゃん今度隣に乗ってもらっていいなんていうふうに頼まれました。いやもちろん答えは、あ、あ、あ、うん、うん、うん、いいよみたいなね。<laughs> 世の中のお父さんとかお母さんってね、お子さんの初めてのドライブに,にこう、隣に同乗した経験のある方、いらっしゃると思うんですけど、まあ、生きた心地しないですよね。<laughs> 私はね、弟の時とか妹、あと姪っ子の隣にも乗ったんですけど、もうね、今でも覚えてるのは、妹の時にですね、 左側にトラックが停車していたので、左車線走ってたんですけど、トラックが停車していたので、そこを避けるために、えー、車線をまたいでこう通り過ぎよう、こう通り過ぎようとした時に、ギリギリ過ぎちゃって、えの助手席側の左のドアミラーがバカーンってね、内側に閉じた時はもう心臓が、あてね、止まりそうだったの。今でも覚えてます。もう。 なんかね、思わず、あね、いい、あの、息吸っちゃいましたよね。<laughs> 妹もなんかそれでバクバクしちゃったみたいで、すごいもうね、手に汗かいて飲のを見て、さらに私もなんかね、バクバクした、えーかお、ことを覚えてますし、でもね、えー、平成を装って乗っておりました。まあ今はね、ここから、しばらくはまあ、出身者マークの、 またあるあるですよね。うん、これから枠場マークの車が増える時期なので、運転する皆様はくれぐれもご注意ください。はい。 えー、さてさて、今日はですね、実は、熊本からお届けさせていただいております。えー、私が参加しているビジネス交流会ですね、BNI という国際的な異業種交流会なんですけども、そのナショナルカンファレンス、全国大会に参加するために、4年ぶりに、えー、熊本に、えー、参りました。 もうなんかね、えー、熊本城の復興が本当進んでるなーっていうのも感じましたし、4年前はね、あのー、私のね、セミナーがあって、えー、何回か熊本に来させていただいてたんですけれども、まあ、その時は空港でレンタカーを借りて、えー、うんとホテルに行ったりとか、まあ、ちょっとね、えー、市外まで1時間ぐらい車で離れてますからね、あのー、熊本は。 空港から、えー、まあ、チームメンバーもいるので、みんなで移動するのに車借りてたんですけど、あのー、熊本市内を路面電車が走ってるんですよ。あの、路面電車って、うんと、今もう、だいぶね、走ってる地域って少ないと思うんですけど、私ね、あんまりねじ、自分の周りにそういう路面電車って走ってた経験がないので、馴染みがなくてですね、その路面電車の こう、通り方っていうのがよくわかんなくて、まあ路面電車が優先なんですよね。で、こう、右折するときに、どこで止まって、どのタイミングで車、 出ていいのかっていうのがちょっとわかんなくって、え、え、どう、どうしたらいいんだろうってドキドキして、一時停止して、私戦闘だったんですよ。そしたらね、後ろからププーンってグラクション鳴らされて、もうなんかね、パニックになって、もうドキドキしちゃったの覚えてます。もうね、ププーンって鳴らされる。 にもう「もうちょっと優しくしてよもう埼玉から来てんだからさ」って、ね、思わずこうもう口からね出ちゃった、えー、ブツブツ言いながら発信させたの覚えてます「<laughs> 優しくしてくれよ」とかって言ってましたね。 まあ熊本はね、馬刺しとか、からしレンコンとか、いろいろ美味しいものがありますよね。まあ、今回はですね、海外からも参加者がいて、もう私が特にプライベートでも非常に親しくさせていただいている香港のご夫婦が、金のスピーカーで来日したりですとか、他にも台湾からも仲間が来ているので、本当に久しぶりの熊本仲間と一緒に楽しもうというふうに思ってます。はい。 えー、そしてもう1500人ぐらいね、全国から集まってくるので、本当楽しみです。さてさてもうね、春らんということなので、えー、皆さんもね、新生活を新しくスタートもされている方も多いと思いますけども、まだまだね、えー、新スタートされた方って緊張の中にいらっしゃるのかもしれないですよね。この4月というのは切り替えの時期ですから、就職とか入学とか、 転職とか、あとはもう部署の移動とかね、大きなライフステージの切り替えということではなくても、何かしら新しくスタートをさせている方もいらっしゃると思います。さて、皆さんは何を新しくスタートさせましたかどんなチャレンジをしようと思っているでしょうかぜひぜひメッセージください、えーい。私はね、この春からちょっとチャレンジしようかなと思っているのは、 真面目な話ね私ね私財財務務の勉強しよようと思ってるんですよ財務 <laughs> え本当ですかなそんな堅いことあゆみ何言ってんのとかね <laughs> 思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけどちょっとお金の勉強ってねすごい大事だなっていうふうには思っていながらに日本って学校では習わないじゃないですか。 で日本の、ね、金融リテラシーはもう非常に低いという風に言われてますし世界でも、ね、かなりあの低い水準なんですよね残念ながらお恥ずかしながら私も大事,なこと大事だということは分かってるんですけど、まあ、後回しにしてきたなっていうのと コ顧問税理士さんにお任せしちゃってるっていうところもあるんですけども、まあ経営者としては逃れられない重要なタスクだなというふうに思ってるので、もう本当勉強しなきゃって思いながら、もどこで勉強したらいいのかなとか、どうやったらいいのかなっていうのがもうちょっとよくわかんないで、まあ本とか、えー、YouTube とか、まあネットとか、こう何かこう調べたいことは情報は取ってはいたんですけど、 でも、この間ですね、あの、SNS で、私のビジネスパートナーさんの財務顧問をしてらっしゃる方の動画が流れてたいっんですよで。その財務コンサルをされている先生のセミナーの様子がちょっとこう一部ね、見ることができたんですけど、 あこの先生って、まあ、パートナーの顧問の先生だなっていうふうに見ていたんですけど、まだ実際には直接お目にかかったことがないんですが、すでにこの先生は信頼できる人だなって思っている自分に気がついたんです。もう 私が信頼するビジネスパートナーの顧問をやってらっしゃるってことは、もうこの先生はもう素晴らしい先生だっていう、もう前提のもとを見ているなっていう自分に気がついたんですよね。で、えー、まあその動画、何ペかあったんですけど、バーってこう、 あの、見て、その、何て言うんでしょうね、先生の表現の仕方だったりとか、すごいこう、重要なことを言ってらっしゃる時の、こう、熱量ですとか、まあ、私もセミナーやってますからね、その講師の方の、こう、スキルみたいなところで見ても、あ、この先生やっぱすごいな、っていう風に感じたんですよね。なので、その動画の後にですね、 詳細はこちらみたいなところがあって、もうすぐクリックして、体験セミナー申し込んじゃいました。で、実際にその体験セミナーも受講してみて、あ、なるほどとお。この体験セミナーの中でも私が知りたかったことが一から学べそうだなっていうふうにも思って、もうすぐ本講座も申し込んじゃったんですよ。まあ、結構ね、お値段もする本講座だったんですけど、 あこの先生だったらあ間違いないなと思ったんで、もう全然迷いはなかったんですよね。で、えー、自分が信じている人の紹介っていうのは迷わず選べるんだっていうのを身をもって体験しました。自分が信じている人の紹介は迷わず選べるということですね。これ実は私が 私自身がね、自分の講座の中でも受講生の方に伝えていることなんですけど、まさに私も今回体験しました。世の中には選択肢ってすごいたくさんあって、多ければ多いほど実は人って選べなくなっちゃうんですよね。ですが、自分がわからない世界とか知らない分野のこと、これを選択しなければならない時っていうのもあるんですが、 あなたにとって信頼している方とか影響力のある方からの紹介は迷わず選べますということです。もしくは非常にそれを参考にするということが起こってきます。春から新しいチャレンジをするときに何を選択したら良いか、どっちを選んだらいいのか迷ったら、 ぜひ皆さんは信頼する先輩や影響力のある方にちょっと聞いてみてください。何々について先輩が信頼する専門家の方いたらぜひ紹介してくれませんかとか。これこれについて先輩の体験を教えてください。とか。これアドバイスいただいたらすごく嬉しいです。こんな風に言われた先輩ってどんな気持ちになるでしょうね。これね、人は 頼られたり、アドバイスを求められるということは実はすごく好きなんですよ。あなたに頼られてるなぁとか、信頼してくれてるから質問してくれてるんだっていうふうに感じたら、きっと市民になって答えてくれたり、一緒になって考えてくれることでしょうね。何々について先輩が信頼する専門家がいたら、ぜひ紹介してください。 これこれについて先輩の体験を教えてください。これアドバイスいただいたら嬉しいです。こんなフレーズを自分から言ってみる。そうすると、信頼する方、影響力のある方との関係性がぐーっと深くなったり、近くなっていきます。 これね、新しい季節、春だからこそ、えこれぜひねえ、皆さん実践していただけたらいいなっていうふうに思います。よくわからないので教えてください。初めてなのでわからなくて困ってます。 自分自身がそれを素直に受け入れやすい状況でもありますし、それを周りの方も理解してくれる時期ですよね。まあ、初めてだからしょうがないねとか、まあ、今はわかんなくても仕方ないよ。自分もそういうことあったよ。ね、そういう自分の体験とも、からも皆さんを理解してくれる、そして応援してくれたり手伝ってくれる、えそんなことがきっと生まれやすくなってくると思います。だからこそ、 自分から声を上げてください。自分から声を上げる。質問してアドバイスを求める。また逆に、なんだかうん困ってんのかなーっていうふうに、えー 感じる方とかね、そういうふうに困ってそうだなって見える方もいらっしゃると思うので、そういう新入社員の方とか、新しいスタッフの方にも、あなたから声をかけてあげてください。えー、困っている時に手を差し伸べてくれる、声をかけてもらうのって、とっても助かるし、嬉しいし、そして感謝されます。 あなたも困っている時に先輩や周りの方から声をかけてもらって助かったなーとか嬉しかったっていう経験ありませんかこれね、実はリファーラルマーケティングの父、アイバン・マイツナ博士の16の関係構築法の一つでもあります。アドバイスを求める。アドバイスをする。 人はアドバイスをすることも大好きなので、えー、ぜひですね、えー、困った時こそ周りの方に教えてくださいっていうふうに声をかけてみてください。ただし、ポイントがあります。そのアドバイスを聞き入れる気持ちがないんであれば、アドバイスを求めない方がいいです。 むしろおやる気もないのに、受け入れる気もないのにやっ、えー、アドバイスしてくださいっていうと、なんだ、結局全然やるつもりないんじゃないかっていうふうになって、かえって関係性が悪くなってしまうので、まずはそのアドバイスを聞,き聞いてみるっていうね、聞き入れてみるっていうことに、えー、思っていらっしゃるんだったら、ぜひこれをね、積極的に、えー、声をかけて、周りの方のお力をお借りしてみてください。ぜひ 関係構築に活用ししていきましょう春新しい年度新しい切り替えの時期だからこそ自分から声をかけてみてくださいねそしてその時に、えー、笑顔でねまず自分からご挨拶していくっていうのもすごく重要ですから今はたくさんの人たちと多くのコミュニケーションが取れる時期ですからぜひ、えー、積極的にやっていきましょう えー、私もですね、新入社員の時に、あの、先輩に、すみません、先輩これわかんないんですけど、って聞いた時に、親、え、身、ー、になって教えてくれた、手取り足取り教えてくださった先輩がいて、本当に今でも感謝してますし、その先輩とは今でも仲いいんですよねで。それを私は同期に、えー、私のね、先輩にこういうふうに教えてもらったんだっていうのを今度同期とこう共有し合ったりとかして、 で、お互いに情報交換をするなんてことがあって、仲間ともすごく仲良くなった、深まったっていう経験があります。今でも同期とはすごく仲が良くてですね、えー、今度久々に25年ぶりにちょっとね、えー、同期会をやろうなんていう声も上がってるぐらいなんで、えー、この時期に誰に声をかけたか、どういう人とコミュニケーションを取ったかっていうのが、実は後々、何年か経った後にも、実はすごくね、えー その関係性が継続できるっていうこともありますから、ぜひ実践してみてください。実践してみて、うまくいった方の体験をぜひ番組宛てにメールで、えー、ね、教えていただけたらなと思います。メッセージお待ちしておりまーす。はい。さてさて、ではこれ、ここからは番組からのお知らせでございます。このところをずっとね、ご案内させていただいております。 えー、ゲストにも来ていただいておりますが、えー、始業限定のビジネスを最大化させるコミュニティ戦略セミナー。 4月13日木曜日13時からオンラインで開催いたします。いよいよ3日後に迫ってまいりました。もうね、多くの方にお申し込みいただいております。ありがとうございます。まあ、資業の、資業 <coughs> の先生方っていうのは、その分野、その職種については、本当にこう、専門職で、プロフェッショナルなんですけども、法律の勉強ですかね、税務の勉強とか、そこにはすごい知識とかスキルがあるんですが、実は営業 とか販売っていうのはマルクシーやってこなかったという方多いんですよ。非常に苦手にしてらっしゃるんですよね。 で、また大手の事務所から独立した途端に、えー、お客様の獲得に苦労してるっていう人も多いんですよね。それまでは大きな看板があって、えー、お客様の方から来てくれたなんていうことがあるんですが、独立すると自分からお客様を取りに行かなければいけない。この集客とか営業とかっていうところをまるで経験してないからどうやっていいかわからない。そう思っていろんな 交流会とか、えー、セミナーとか、えー、参加しまくってはいるものの、全然それが、こう、活用できない、なんていうご相談もよくいただきます。なので、顧客を獲得の苦労している方、ね、せっかくのチャンスを逃してしまっているというお悩みを多くの方から聞いていて、えー、そこで、 ね、同じ、実はね、そういう話をあちこちで聞くよねっていうことを私の尊敬する仲間たちとお話をしていたら、よし、じゃあそういう人たちに何かお役に立てることはないかということで、電話営業だけで高額商品を3億円も売った実績とお客様にご決断いただいて、買っていただくというね、お金と心を動かす会話術、秀逸の会話の講師、 浅川智人先生。そして、えー、紹介、リファラルマーケティングのプロフェッショナルの私、あゆみと、さらに、一回、えー、ね、を購入していただく。一回の販売で終わらず、継続して何度も何度もリピートしていただいたり、お客様に長くお付き合いしていただく。そして、また一緒にビジネスをやっていきたい仲間とのコミュニティ戦略ということに、実績のある、小島祐樹さんとのコラボセミナー、 えー、ビジネスを最大化させる、えー、コミュニティ戦略セミナー。 ですね。え、これ日本初開催です。そして私たちはさらにそこから、独自の、それぞれの、もこれが協力っていうキーをですね、皆さんに差し上げる13人プロジェクトって言ってるんですけど、13人の法則という、え、私たちのとっておきのプログラムも日本を初開催する予定でございます。ぜひ、この番組お聞きの修行の先生方、弁護士さん、税理士さん、 司法書士さん、行政書士さん、社会保険労務士さん、会計士さん、土地家屋調査士さん。また、あなたの周りでもっともっと活躍していただきたいなと思っている先生方に、ぜひご参加いただきたいと思います。詳細、お申し込みは、アセンティブジャパンのホームページ、https://japan.acentive.com。 t p s コロンスラッシュスラッシュ j a p a n a s セ e n t i v e c o m こちらから、えー、お願いいたします、えー。残りのお席がね、もうわずかとなっておりますので、ぜひお早めにお申し込みください。えー、素晴らしいスキル、素晴らしい経験をお持ちの修行の先生こ,こそ、 周りの方をね、助けていただくキーパーソンにきっとなるはず、皆さんの人生の困りごとを解決してくださる素晴らしい先生方が、集客に困ってる、えー、ビジネスの成長がなかなかこう加速しない、そこをブレイクスルーするためのメソッドをですね、私たちも全力でお伝えしていきますので、ぜひですね、修行の方、えー、ご参加ください、えー。またですね、この修行の先生方が、えー、うまくこう稼働していきましたら、他の ビジネスカテゴリーのね方々にもこのメソッドをお伝えできるように私たちも広げていきたいなというふうに思ってますので修行以外の方はですねちょっとお待ちくださいねまた第2弾第3弾でお知らせさせていただきたいというふうに思っております、はい、本日もお聴きいただきましてありがとうございました今日は1週間の始まりでございますお仕事中の方ちょっとコーヒータイムの方 運転中の方もお聞きいただいたと思います。ありがとうございます。どうぞ素晴らしい1週間と素敵な1日をお過ごしください。Amazing Business and Spectacular Life お相手は Acendive Japan ジジ池田あゆみでした。それではまた来週いってらっしゃい